教授。地域計画プランナーとして、日本の戦後の都市計画、地域開発を推進する担い手として活躍。研究業績は、工業立地原単位に代表される明快な理論展開である一方で、地域計画の実践では理論化しきれない部分も、大出するために、計画のフィロソフィーという言葉で示した。フィロソフィー構築にあたって、二つの視点を強く求めた。 第一は、地域の独自性から出発することであり、全国分析から始めると研究も、研究ことを指導した。第二は、できることとできないことを区分するということでこれは、計画には、不足の部分が必ず生じる。だからこそできる部分を明確にして、あとは時間とともに修正せよということである。一つのプロジェクトに携わったら、最低10年は付き合うという原則を教示していた。 今野忠彦、子、テルオープの5人兄弟の次男として、福島県で生まれる。旧制福島中学校から、陸軍予科士官学校、航空士官学校を経て、終戦後の1945年10月に旧正、旧制第二高等学校2年に編入。その後1949年に当時旧制の北海道大学工学部建築工学科に帰省として、 進学し1952年に同大学を卒業。指導教授であった大野和夫の勧めで、都市計画系に転じ、東大大学院へ進学し、高山英華の下で学んだ。1952年の入学時の大学院は、前期3年、後期2年の旧生で、高山研究室には、助手の小島主月具、院生には、三輪の正久、川出昌治、 大屋根正弘の諸先輩がおり、その後に宮沢道を川上秀光と村田誠二石田よりふさ、伊藤茂の諸氏らが入ってきた時代であった。高山研究室の創世期のメンバーになった今野は、院終了後の1955年10月に、高山県東大工学部建築学科都市計画講座の助手に採用された後、 同年11月に建設省建築研究所に移り、1965年1月に県県第一研究部都市計画室長、その後1968年8月に横浜国立大学助教授に転任するが、その間1960年に下神戸厚紙と共同の工業地の立地条件、計画単位、必要施設の研究で第1回日本都市計画画会、 石川賞務賞以降は1962年2月には東京大学から工学博士の学位を授与、1962年に同学会石川賞、1965年には日本建築学会賞を受賞。ただし着任した横浜国大はすぐに大学紛争で実践的研究が不可能となっていたため大学を辞し、都市計画コンサルタントの地域計画連合を 共同設立資材屋の活動に専念する。1978年に新設された豊橋、技術科学大学の建設工学系建築、地域計画大講座の教授に着任、14年間、地域と共に、時代と共に歩む、大学づくりと教育研究に取り組み、1993年3月に、大感後も東三河地域研究センターの理事、 顧問や地域計画連合の顧問としても、精力的な活動を続けていた。ありがとうございます。